皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はーい、ちゅうことで、ね、もうベロンベロンに酔っ払ってっからね、酔っ払ったテンションでね、雑なコメント返信していきましょうか。皆さん3連休どうでした？どんな3連休でした？僕はね、3日間のうち1日まあ彼女と遊んで、残りの2日間はね、山に行ったりとかね、ガンプラ作ったりしてましたね。あ、幸せでしたね。はい、そんな感じでね、今日ね、塗装やってましたね、塗装は今日は。マジで酔いすぎてるね、俺。はい。キューキット GP01、ゼフィランサスをね、塗ってましたけど、今回ね、僕、新しい試みというか、新しい試みでもないんだけど、僕が今推奨している、水性ホビーカラーをね、まあ、環境問題が、ね、あるから、水性ホビーカラーをね、積極的に使っていこうっていうことで、最近僕、水性ホビーカラーをね、対応してます。で、まあ、リスナーさんにも使った方がいいよって言ってますね。いざ家庭を持った時にね、ラッカーからね、いきなり抜け出せないから、今のうちにね、水性ホビーカラーに慣れた方がいいって、俺は言っておきましょうかね。で、実際、今日塗ってたんだけど、やっぱ手強いね。まあ、俺が下手だからっていうのもあるんだけど、ラッカーの4倍時間かかるわ。やっぱね、垂れちゃうんだよね。一気に行動すると、ラッカーってさ、タイムアタックができるんだよ、タイムアタック。でも、水性ホビーカラーはね、タイムアタックできない。どうしても何回も何回も、薄くね、塗り重ねる必要があるのと、あと、希釈がシビア。薄めすぎると全く乗らなくて、すぐに水玉になっちゃうし、濃すぎると飛ばないし、ラッカーってね、基本的に2倍にすればいい。2倍希釈。2倍希釈にすれば、バカでも強くれでも、エアブラシで飛ばせるんだけど、水性は、マジでシビア。ほんとシビアだと思った。でね、時間がないね。時間が4倍ぐらいかかっちゃうから、これは GP01 ゼフィランサスの足なんだけど、ここまで発色させるのに、5回塗ったかな。でね、絶妙な希釈をね、なんつうんだろう。知り得るまでにね、時間食ったで、しかも白だからなおさらなんだよ。やっぱガンダムのカラーって言ったらこのやっぱホワイトグリーンじゃん。ガンダムカラーでさ、売ってるんだけど、アニメ設定のやつ。でもアニメ設定のアニメ設定に近くないんだよね。やっぱホワイトグリーンが、一番近い。思った以上にグリーンだから。はい、ということでね、話が脱線したんでね、コメント読み上げしていきましょうか。最近ね、毎日ね、アルコール9度の500ミリを飲まないと寝れない。寝れないですね。はい。早速、篠原さんですね。てか、今日ほとんど篠原さんですね。はい。コメント読み上げありがとうございます。キューキットを作りたかったら、ラッカーパテとお友達、ほんとそれ。パテ類は基本的なものは各種常備してますが、よく、エムズデッキさんがポリパテみたいな感じで盛り付けなどに使っている、タフロンリベースを買ってみようと思って、ね、ネットで検索してみたら結構いい値段するんですね。硬化するとプラスチックのような質感になるらしいので、クラブの改造は最適な素材かもしれません。そうっすよ、エムズデッキさん使ってますね。粉みたいなやつにね、液体を混ぜるとなるんですよね、あれ。まあ、僕そこまで本格的なね、改造等しないんで、まあ、ラッカーパテと、まあ、ポリパテ、エポキシは使わないな、不経済だから。ポリパテ、ラッカーパテ、あと、まあ、何瞬間カラーパテで十分ですかね。あ、そうそう。僕ね、Q キットのガンダムあんじゃん、ファーストキットのガンダムがね、大量に売れ残ってたからね、6個買っちゃった。6個。まあ、こんで1で2個作れば6で持つから、てかね、多分ね、今後ね、再販されないんじゃないかなと思ったよ、一般で。あとこれ、出せば出そうとこれ赤字らしいじゃん、キューキットって。だから6個買って、こんでもなんだろう、買い納めじゃないけど、いいよ、6個あれば。まあ、一番欲しいのはザクなんだけどね。ザクだったらね、30個ぐらいあった方がいいね、はい。まだ3つあったから、それも買っちゃおうかな。10個ぐらいあればね、多分一生作れるでしょう。はい。そんな感じで、お次。ニセンさんですね。
うん。2世だけ下ネタが多いからね、読めるかな、大丈夫かな。大手電化製品店だけ、ホニャララのバンダに対して、スイスへの魔女と境界線での入手を拒否れるのかな。これあれですよ、ガンプラを仕入れる際に境界線機とか、どうせ売れないものもセットじゃないと、下ろしてくんないみたいな疑惑。うん。ガンプラだけじゃダメ。ガンプラと境界線機とかそう売れない、どうせ売れないであろう、きっとも一緒に、仕入れないと、まあ、元かわかんないんだけど、問屋さんがそうなのか知らないけど、とりあえずガンプラだけは下ろしてくんないっていう、ガンプラとセットで抱き合わせで何かを仕入れないとダメらしいっていう疑惑に対してですね。うん。まあ、これね、メーカーからこういう、なんだろう。明言されてるわけじゃないから、疑惑ね、あくまで今でもね。はい。はい。続きまして、また2000さんですね。で去年中古屋で9キットのリガーズイを600円で買ったら、整形不良により、腰の、何これ、フロントの右スカートの取り付け穴が開いてなかったので、穴を加工して組んだ部品をはめる丸軸の穴も精度が悪くて、背面のランドセルがはまらんかった。まあそうっすね、キューキットあるあるですね、これ。だから金型が限界なのかな、なんか。うん、でも逆襲あたりのってまだそんな古くないでしょ。ファーストのキットはもうほんとね、ドムとか、ゾッグとか、ギャンとか、このあたりがひどいぞ。ああ、ひどい。ポケセンとかそんなパテ使った印象ないけど、逆襲あたりのってもダメなのかな、もう。うん。はい、続きまして、また、ニセンさんですね。これはね、クロスシルエットの F くのいち回の、レビューに関してですね。エロスシルエットのあえぎあやめもいい。うん。酔っ払ってんすかね、はい。続きまして、また篠原さんですね。私も80年代のキューキットはあればあるだけ欲しいくらいです。キューキットに魅力を感じるかどうかは世代によって大きく違いそうな気がしますね。これはね、僕が80年代のキット大好きすぎるっていう、まあ、動画に関してですね。うん。僕ほんとね、これはね、6個買っちゃったんで、はい。あとで見せますね。嘘じゃねえからね。うん。やっぱこれ6個あれば、死ぬまで持つでしょ。ね。はい。あんでこれもこれさ、この、ファーストのさ、旧キットさ、MS キット第1弾にしてさ、最大の鬼門というか、難問だよね。これ当時の子供に、これは無理だろう。ああ。水性塗料なんてさ、エアブラシで拭いたって大変なんだからさ、これは、マジで大変だったよ、今日これ。ここだけでやるって、白の塗装で終わっちゃったもん、全部。うん。乾いてんのかな？触れんのかな、これ。途中でこれ切れちゃって、この1個前、アップデート前の古いやつで上がいちゃったから、結局古い塗料で塗ってるんだよね、これ。なくなっちゃったんだよ、途中で。うん。ってことだね。よいしょ。まあ皆さん GP01 の完成楽しみに待っててくださいね。はい。続きまして、また篠原さんですね。今日のキットは昔に比べて使用しているプラスチックの量に対してかなり割高になっていますね。それでも1個は必ず買うつもりです。これはね、クロスシルエットの F くのいち回に関してですね。うん。俺が高くねって言ったからですね。だって同じ値段の、あれ、なんだっけ。G オリジンのシャア専用ザックと同じ値段なのに、プラの量がね、倍以上違うっていうことだよね。うん。まあ、どうしても BB 戦士最近割高に感じちゃうかな。うん。多分違うと思うんだよね、部署がね。BB 戦士と、何この普通の HG とか。違うんじゃないかなと思ってんだけど。うん。でも HGUC とか RG とか MG はね、すげえなんか、貪欲に進歩しようとしてるのが見えるんだけど、BB 戦士に関してはね、その進歩しようという気が見えないっていう。ずーっと昔のままじゃない？半端じゃなくいるわけが足んないとことかさ。
最近そのクロスシルエットシリーズで刀身を変えて可動アップするとかは見られるんだけど、基本的に俺から見たら、あの BB 戦士は本当なんだろうな、 HG、RG、MG と比べると進化に対する貪欲さが足りないというか、まあ、偉そうなこと言っちゃうと、あのあまり進歩していないっていう、なんだろう、肉抜きとかが増えて退化してるんじゃないかと思っちゃってるんだけど、まあそんな感じなんですけどね。皆さん、あのこれね、本当にもう買えなくなるから、プレ版であれだよ、あの定価プラス消費税プラス送料で990円で買わせるんぞ、今のうち買っとかねえと。ねえ、あのファーストグレードのガンダム定価消費税送料で990円だからね、うん、プレバンじゃないと買えないからね。知らないよ。今のうち買っときな。俺もう6個買ったからいいから、もう俺は。これ。うん。幸せだよ、これが6個部屋にあるんだぜ。幸せすぎんでしょ、これ。ねえ。これ。最高だよね。で、やっぱね、ガンダムカラーでね、この RX78 のこの、ホワイトグリーンを再現したトレあるんだけど、どうしてもね、こっちの、クリオさんのホワイトグリーンじゃないと、色がね、緑が足んないんだよね。うん。あ、すげえ緑だから、これ。当時、あの、アップデート前のやつ、まあ、個体差かもしんないけど、アップデート前の、あホワイトグリーンがすんげえホワイトグリーンだったね。グリーンが強くて、あの、この、アップデート版がなくなっちゃって、あの、これ一個前の古いやつを使った時にね、あの、色の違いにびっくりした。個体差かもしんないけど、あの、アップデート前の方が緑が強かった。うん、本当に緑が強いね。まあ、いい色でしたね。はい。まあ、そんな感じでね。皆さんもね、ちょっとあの、これ買ってみてください。これ今のうちだからね、知らねえよ、買いたくなったもんね。はい。こんな感じでね。プラクシーでした。バイバイ。